創世記第50章。ヨセフは父の顔に伏して泣き、口づけした。そしてヨセフは彼のしもべである医者たちに父に薬を塗ることを命じたので、医者たちはイスラエルに薬を塗った。このために40日を費やした。薬を塗るにはこれほどの日数を要するのである。エジプト人は70日の間彼のために泣いた。彼のために泣く日が過ぎて、ヨセフはパロの家の者に言った。今もし私があなた方の前に恵みを売るなら、どうかパロに伝えてください。私の父は私に誓わせて言いました。私はやがて死にます。カナンの地に私が掘っておいた墓に葬ってください。それでどうか私を登って行かせ、父を葬らせてください。そうすれば私はまた帰ってきます。パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行って彼を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共に登った者はパロの諸々の家来たち、パロの家の長老たち、エジプトの国の諸々の長老たち、ヨセフの前家とその兄弟たち、およびその父の家族であった。ただ子供と羊と牛は5000の地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登ったので、その行列は大層盛んであった。彼らはヨルダンの向こうのアタデの内場に行き着いて、そこで大いに嘆き、非常に悲しんだ。そしてヨセフは7日の間、父のために嘆いた。その地の住民、カナン人がアタデの内場の嘆きを見て、これはエジプト人の大いなる嘆きだと言ったので、そのところの名はアベル・ミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうにある。ヤコブの子らは命じられたようにヤコブに行った。すなわちその子らは彼をカナンの地へ運んでいって、マクペラの畑の洞穴に葬った。この洞穴はマムレの東にあって、アブラハムがヘテ人エフロンから畑と共に買って所有の墓地としたものである。ヨセフは父を葬った後、その兄弟たちおよびすべて父を葬るために一緒に登った者と共にエジプトに帰った。ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見ていった。ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しするに違いない。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。お前たちはヨセフに言いなさい。あなたの兄弟たちはあなたに悪を行ったが、どうかそのトガと罪を許してやってください。今どうかあなたの父の神に仕えるしもべらのトガを許してください。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。やがて兄弟たちも来て彼の前に伏して言った。この通り私たちはあなたのしもべです。ヨセフは彼らに言った。恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに代わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。それゆえ恐れることはいりません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。彼は彼らを慰めて親切に語った。このようにしてヨセフは父の家族と共にエジプトに住んだ。そしてヨセフは110年生きながらえた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マケルの子らも生まれてヨセフの膝の上に置かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はやがて死にます。神は必ずあなた方を顧みて、この国から連れ出し、
アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地に導き登られるでしょう。さらにヨセフは、神は必ずあなた方を顧みられる。その時、あなた方は私の骨をここから携え登りなさいと言ってイスラエルの子らに誓わせた。こうしてヨセフは110歳で死んだ。彼はこれに薬を塗り、缶に収めてエジプトに置いた。